パリ五輪、バドミントン女子ダブルス、ポルトドラシャベルアリーナ。パリ五輪のバドミントンは27日から始まる。過去の五輪で金を含む2つのメダルを獲得した、お家芸の女子ダブルスで、初出場のシダチハル、27、松山奈美、26、グミイコール最瞬間制役所イコールは同種目の日本勢では2大会ぶりのメダル獲得への決意を滲ませる。 秋田出身のシダ、福岡出身の松山は出会って12年目のペア。花の都パリからシダ松旋風を吹かせる。シダ松、ペアが初の夢舞台へ胸を高鳴らせた。シダが高校1年、松山が中学3年で出会ってから12年目でついに届いた五輪の舞台。松山が金メダル目指して二人でここまで頑張ってきた、といえば、 シダもシダマツとして、悔いのないような戦いができたらいいなと意欲を見せる。ジュニア代表として出会った時、最初に話しかけたのは、小さい頃の私は、シャベこちゃん、と呼ばれていたぐらいおしゃべり、というシダ。互いの第一印象をシダは、人見知り、松山は、お姉ちゃんというより友達と振り返る。同年の国際大会で初めてペアで試合出場。 15年の世界ジュニア選手権では銅メダル。性格は真逆というが攻撃的なスタイルはぴったりだった。17年には1年早く最終完成役所に入社した志田を追いかけるように松山も同社に入り、社会人でもペアを組むことになった。最初はトップ以外の B 代表として海外転戦。松山は 最初は五輪が目標より夢としか見られなかった。とにかく目の前の試合を必死にやって、結果を残すことを考えてやっていましたと振り返る。シダの同期の山口赤根、27、がトップの A 代表で活躍する姿に刺激されながら成長し、20年からは A 代表に入った。苦難を経て、世界ランキング4位で望む初の夢舞台。 五リンと同じ会場で3月に行われたフランスオープンは、決勝でどう1位のか一本、鎮西新組、中国、に1対2で逆転負け。その中でもシダはシダ松のスピードのあるプレーは通用すると感じたと手応えをつかんでいる。長年培ってきたコンビネーションで挑む舞台、松山は、私たちの集大成は五輪。ここを目指してやってきた。 いいプレーをしたいと力を込める。2016年リオ五輪で高橋彩香、松友美咲の高松ペアが勝ち取った金メダル以来、日本勢2組目の頂点に立ち、新たな歴史を築く。